おっと、始めた。モハメドライトバーサス麦。デュエルの BO3 ロアブラケットの決勝戦です。麦選手、まずはアイスウィザード。トルネード丸。遅延デッキ。バーバリアンが入ったスケルトンラッシュなのか、原価突破ないとか入ったスケルトンラッシュなのか、今回はバーバリアン。ってなるとやっぱりナイトは別でね、あのウォールブレイカーデッキに残していそうです。ナイト選手はディガーのウォールブレイカーデッキ。麦選手のデッキにはスケルトンラッシュとフリーズもあります。ディガーのカツカツでダメージリードはライト選手。ナイトが残って右サイドカウンター。高めインドラ、ここはナイトの防衛。左ディガーですね、が両サイドのターゲットを奪うディガーの位置でコウモリ。いやー、いいですね、ここでフリーズ防衛。いや、左にねトルネード使わせる短期のコウモリになりました。ライト選手フリック受けボーラー。いや、これまたいやらしい。ディガー裏と左のコウモリ、右サイドボールブレイカーウッドも加えてダメージを通す。この攻め、さすがすぎるモハメドライト。トルネードを回すのが必死なタイミングにあのトルネードが欲しい。左のコウモリ、右のディガー裏、キング起動できるもんならやってみろというアタック。ここでキング起動、両サイドダメージリードライト。うわ、ボーラのターゲットディガーで奪ってナイト、ヤリゴブリンがボーラを削る。ミスのボールメーカーはアイスビザ3コースで守って、いやだだ、左残った。トルネードは使います。ここでまたこれヤリゴブリンやコウモリが残りやすい、時間が続く。そしてディガーは飛んできた後なので一応遊ばせることができるが、あえての通常位置。ボールメーカーのダメージ入ります。ボムタワー、このボムは残るでしょう。左ディガーのボールブレイクアタック、ベビーのターゲット奪った。トルネは切った。またヤリゴブとコウモリが残りやすい、時間が続く。コウモリでインドラ、でもインドラ延命、ミスとボーラがあれば守れます。54、左サイド狙ってくるディガー、位置はずらした。細かいダメージ通して440、残り時間は1分3倍タイム。さあ、まだ麦選手スケートラッシュを見せることはできていません。攻めさせてもらえない、攻め続けるライト。ディガープラスのポイズン、さらに言うと、うお、ギリギリのウォールか、いや、このウォールが通ってフィニッシュ。ライト選手一本選手、GG。両サ攻めがさすがすぎました、ライト選手。お、麦選手今度はボール、お、これまライト選手、これさっきの逆もしかして。いや、まだ分からない。ライト、あ、ボンバー、アイゴレボンバーババ、
高回転ですね。アイゴリがあることによって高回転でスケルトラッシュ、またスケラ VS ウォールブレイカー、さっきとねほぼ逆のデッキ対決になります。ディガーナイトコウモリだけターンを上げたナイトが立っているのでディガーのダメージが入ります。ダメージはほぼイーブン、残ったフェニックスのカウンターアタックライト選手が仕掛けます。おお、テスラ、テスラもねバランス調整によって強くなったカードの一つ。でもそこまで今の環境多いわけではありません。やっぱりねまだボムタワーの数が多い環境にはなっている。噂をすればボムタワー選手ウォールブレイカー右サイド、このアタック止める矢の雨、本命はやはりこっちギガアタックです。ヤリゴブリン3体ここを許容して、おライト選手セパレートバーバリアン、ここからどちらに攻めが来るか。ラスト1枚隠しているライト選手、スケートなし出しは防衛のポイズンがある麦選手、ダメージはきれいに抑えることができます。いやそれでも入る、少しダメージが上るか逆サイド、ここはいやうまくババ分断させての防衛でした。ライト選手両サイドダメージアドバンテージを握った麦選手、まずは防衛からです。来ましたスケルトンラッシュ、このスケのタイミングかぶせたディガーアタックは右サイド、うまくね右サイドにシフトができています攻撃。麦選手左を攻め続けるとカウンタースクラが来るので、それをね嫌っての右サイド転向、来るかアイゴレスケートナッシュ、上側ではヤリコグリーンのボイスがここに矢の雨飛んできます。下側ウォールブリカディガー、ここはボンバーがウォールブリカを止めて、でもディガーのケース、お怖い、いや恐ろしい、そのフリーズ残った2体スケルトンを延命したフリーズで一気に大ダメージリード、ライト選手が掴む。2体のスケルトンすら見逃さないライト選手のアタックでした。残り時間1分10秒、右下ゴールが一発ウッドを削り、ボールブレイカー届きません。このパワーは防衛のポイズン、右下ウッドノックバックで、ここはでも矢の雨しっかりとねダメージは抑える、完璧に守るライト選手。下側ディガープラスのコウモリ、ババを抑えながら上側のスケラに対しての防衛ポイズン、セルゴブ固めたフリーズ、スケラのダメージなんとかポイズンで処理は間に合いました。554残り時間はまだある、ディガーのアタック、ディガープラスポイズン攻めに使った、スケラが怖いのでポイズンを回したい、いや回る前に攻めてくるスケラッシュ、やだめ、うわ怖い読みやめ、ウッドで守ってナイトの追加ダメージを抑えるヤリゴブリン、左では限界突破ナイトが HP 残したままターボにターゲット、上川フリーズは、ここはスケルトン残っていません。ディガーのダメージ入っている。下側、おディガー、おナイトが入っていた。291、ダメージリードは、麦選手が取り返す。いや、防衛のポイズ、矢の目、削りは届かない。スケルトンダメージが入った。おディガーの削り、抑えたボンバー。最後の位置を読み当てた。ライトが、2対0ストレート。